おはようございます。中野なかるきんです。今日は僕のモーニングルーティーンを紹介したいと思います。何もしないと14時くらいまで寝てしまうので、10時くらいに目覚ましをかけています。目を覚ましてツイッターを開いて、おはようございますとつぶやいて、二度寝します。目が覚めたら窓をシャーッとカーテンを開けて窓を開けます。竹が生えていますね。かわいい竹ですね。今日の寝癖はこんな感じ。朝起きたら麦茶を一杯飲むようにしています。かなりぼーっと、ひたすらぼーっとしています。鼻がピクピクしています。頭が起きてきたら次はシャワーを浴びるようにしています。びしょびしょになってしまいました。息も上がっています。可愛らしい子犬みたいな姿ですね。朝のスキンケアはこんな感じ。ハトムギ化粧水がありますね。ハトムギ化粧水をパタパタします。ハトムギ化粧水をパタパタするような感じですね。ハトムギ化粧水をパタパタしています。では今ハトムギ化粧水をパタパタしていますね。朝ごはんはいつもなんかお弁当、冷蔵庫の中のものを適当に食べています。パッケージを開けてレンジで温める、これが肝心ですね。いただきます。熱いだよ。暑いよ。あ、美味しそうですね。かわいいですね。Amazon プライムをチェックします。ポケットモンスターを見るんですかね。ポケモンゲットだぜ。土の中、水の中、草の中、森の中、女子の中、雲の中、あの子のスカートの中、ポケモンゲットだぜ。雲の中、水の中、草の中、あの森の中。今日は何もないのでもう寝ます。おやすみなさい。火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、あの子のスカートの中、キャー！大変だけど、素晴らしいゲットだぜ、ポケモン、ゲットだぜ、イエ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